どうも、ホリスメデ、ナオです。どうもー、福島コーと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、はい、実は、はい、こちらのお家なんですけども、なんと、私の新居でございます。そうだったのか。リアクションがすごい。でもなんとこれ、メンバー誰も知らないんですよ。私の、そうなんです。まあ、ただ普通にね、引っ越ししたよっていうのも味気ないので、今回はね、ドッキリをかましてやろうかなと思いまして。ドッキリですよ。ドッキリですよ。もう心筋梗塞で倒れてまんまだ。はい、とりあえず今回やりたいドッキリはですね、鼻を他人の家に不法侵入ドッキリー。イエーイ。なんと今からね、この家は福島さんのお家になります。かしこまりました。はい、で僕がですね、この家の近くにボール遊びをしていて、ボールをね投げ込んでしまうと。でそれで花おじさんはですね、いい年してこの家に勝手にね不法侵入しちゃいます。でそこを連れてきたですね、まあ、ターゲットの電眼とスン君全員呼び出されて、その場でめちゃくちゃお叱りを受けるというドッキリをやっていただきたいと思います。任してください。準備はもう大丈夫ですか？大丈夫です。はい、というわけでじゃあ、はい、早速やっていきたいと思います。あ、これ僕の掛け声みたいなのがあるんですけど、Make it possible with っていうのがあって、は Make it possible with、はい、Repeat after me。 Make it possible with、yes、というわけで Make it possible with 新居完璧です。ありがとうございます。うるさい。マジ、無駄めっちゃ無駄。すごいな、もう近所大公開。全部モザイク。全部モザイク。全部モザイクや。逆にラックまであるから。魚でこっちにおる。こっちじゃないですか。多分あっちの方からね降りれると思うんですよね。まあ、ちょっとむずい。ちょっと。待て。行きます。終わったな。どうします？一旦ちょっとピンポンだけ鳴らすわ。あ、まああれですかね。離れといたらですかね。はいはい。何や。すいません。うん？ボールが中に入ってしまったんで、忘れていただきたいんですけれども、大丈夫ですかね。知らんがなボールなんだ。何や。ボール一瞬でいいんで。知らんってボールって。何回もかけてくんなよお前。すぐ終わるんで。もうええ。勧誘お断りや。勧誘って。勧誘って。別にあのトマトボール1個ぐらいもうしゃあないみたいなとこない。ああ。さすがにでもちょっとあれやん。じゃあさっとこっから行くとか。ちょっと。それはもう犯罪やから。苦しいんだよ。どうしようもないんだったらどうしようもないでもいいですかね。あーでもやっぱり、はい、正直下手にするよりは、下手にするよりは、マジで。知らんけどね。だってこれ俺の常識教科書にないもん。これやってる。普通に通させますよ。まあでもいいんじゃない。はい、そういうやつや。でも来ましたね。ボールを取り逃していただきたいですよ。これ何勝手に入ってきたの？すいません、ちょっと、一瞬なんです。いや、一瞬ちゃうがな。勝手に入ってきてどうすんねんって言うてるんです。ちゃうがな、出て行けばいい。すいません。お前一人か？いや、4人で来てます。4人？お前4人も出てきて何しとんねん。ちょっとみんな選んでこい。はい。あいつなんで笑ってんの？何じゃこれ。お前一人で頑張ってきて。なりそうね。行こい。
何じゃお前ら。やがってるね。何がすいません。何しとった。ボールで遊んでました。これ年考えるから年。もういくつや。二十歳。二十歳までこの年そんなかいや。お前は。27です。どういうマジ。お前いくつで？もう27です。27。はい。もう30やんけ。もうはい、そういう感じです。何事笑っとんの？何事とんの？おいで。すいません。僕からすいません。ちょっとあの言えよ、お前。お前年上やねんやろ。はい。もういくつや。21です。お前まだ許したろ。お前、20、お前なんでや。お前、笑っとんの？21です。よっしゃろ。お前や。お前にお兄ちゃんやけん、この中で。お前何休みか仕事。仕事してんのか何しようねん、お前。仕事はまあ一緒に。これが仕事です。これが仕事。もう休みが仕事か。困ったか、どうするの、お前。僕たち本気なんです。何よ、お前。負けばからんの、お前ら。なんか動画撮ってて、その動画がやっぱ仕事みたいな感じなんで。まだなのこのぐらい年だったら合コンとか行けへんのかいな。僕はそっちの方がふざけてると思います。僕ふざけてんのか。真面目に僕らはボール遊び。俺は合コン行っとったぞ。昔から。それはちょっと羨ましいです。てやろ。合コンちょっとちょっと考えよ。合コン考え。合コンちょっとどういうことですか。ちょっと合コンちょっと行きたいな。独身の方ですか。結婚させるんですか。結構問題に、なんか不倫とか問題になってるんで。それはそれやろ。それはそれでも、まあ、僕は大丈夫。そうやろ、はい、まあ、結婚じゃどうしちゃったかもええない。あんまり大きいことしなかった。食うやろ、おう。決められた方が気持ちいいやん、あげとったら。でも、今そんな話しとんちゃうやん。今は合コンの話してるんだ。はい、合コン大好きです。で、はい、結婚じゃどうしや、あったか。はい、それ浮気にならないんですか。浮気と不倫とはまたちゃうよ。不倫は OK なんですね。不倫はあかんがな。ダメですか。浮気は不倫はあかんがな。え、何言ったの。それなんか良くないし、まだ僕、プリンが好きです。あー、なんだプリンな。何でしたの。すいません、でもすごいおしゃれにされてる。そうやろ。はい、いつでもここに行ける。それはもう完璧だと思います。いくつに行ける。15です。どうちょっと言ったって15割目えんのか、俺が。なんでこうやって吉本のことせんなあかんの。僕は結構好きです。あ、そう、ありがとう。ちゃうわ。どうすんねん、だから。なんか気分おかしなってやろ。だからあんたがちゃんとせんなあかんねん。はい、でも大企業でっていうところで働いてて、言わんでいいよ。そっから辞めて YouTube されてるんで、あの、元大企業すごいですね。素晴らしいさんで働いたとは思いませんですけど、ご無礼をお許しくださいませ。ヨーロッパだと、もうなんか昔でいう貴族の身分だと思います。そんなことよかったら、いやいや全然サンドイッチでも食べます。いやサンドイッチ、そんなゆっくりしてた割に何も食べてないんですね。本当にいいもん。これからだよ、あんまりいいもん。そうだ、おころすぎます。変なの出まってくる。すいません。これごめんな。これやな。あ、それです。ごめんな。撮影中だ。それで。ごめんな。こちらこそ申し訳ない。いや、とんでもないです。それでギリ許します。うちのメンバーが。許したろ。すいません。これから気ぃつけて。あ、はい、つけます。また来ます。お前、いつまで笑うとんねん。あ、すいません。笑いすぎ。でも、一緒に笑ったら幸せになりました。そう。僕も幸せ。ありがとうございます。そっか。めっちゃ言い方ですよ。何か。すいません。でもなんでこの家僕が入ったらダメなんですか。で今何言うとんの。これ俺の家やろ。あ、僕の家って書いてあるじゃないですか。ありゃー。というわけで実はこれ花輪の新居ドッキリでした。もうでも合コンの話ぐらいからもうちょっとほんま、ほんまでも紹
介しましょうかってなり、何回も言いそうだった。紹介しましょうかって。ほんま？一緒です。これ今すですよ。一緒です。